はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大きい赤ピッピ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。雨で延期となっていた NHK スクランブルデモ、イコール解体、12月4日あさってと迫りました。 NHK のお膝元渋谷にてやります。集合場所神宮通り公園はですね、山手線沿いに原宿に向かって、行くとあります。山手線の内側の方はですね、山手線沿いに原宿方面、で、あの地図では切れてますけども、ちょうどあの原宿駅と渋谷駅の中間ぐらいにある公園であります。そちらに13時30分午後1時半にご集合ください。スクランブルで売り上げは半分以下となり、 NHK は崩壊する、 NHK 粉砕っていうデモは過激なので、沿道には NHK 大好きっていう人もいるでしょうから、それに配慮してスクランブル死にしろっていう、渋谷区には NHK 職員が数多く住んでいて、日曜には駅周辺にもいるんじゃないか、で、あの直接できるんじゃないか、知らしめて、そうなんだって、思ってはくれないとは思いますけれども、こういうデモやってましたって上司にあの話したりなんかすると効果かなと思って、テレビ新聞はこのデモを全く報道しません。今の時点で取材申し込みとかも皆無ですんで、今まで同様に黙殺、するつもりでおります。5人グレーの左翼集会なら全国放送するのにさ、こういうデモは一切放送しませんよっていう承認になってください。サッカーワールドカップの試合がですね、朝行われたそうなんですけれども、朝の4時ぐらいから、帝国チーム、日本チームがですね、スペインに勝利し予選1位通過だそうであります。ネットでは勝ったことがないドイツ、スペインに勝って負けたことがないコスタリカに負けた、っていう書き込み見ましたけれども、そうなんだ、へえ、ちょっとあの分かんないですけどね。事情に疎い靴沢なので、これがあのどんだけすごいことかいまいちよく分かりません。ドイツとスペインに勝つことがどんだけすごいことなのか、いまいち私にはよく分かりません。今日までですね、森保はじめ監督はですね、森安一監督だと思ってました。あるいはですね、森法って伸ばすのかなって、これはな、伸ばす棒なのかな、森法監督なのかなんて、まあテヘペロして事なきを得た得てないんですけど、何はともあれ帝国に勝利を、赤字は必然、黒字は偶然の精神でですね、油断しないでですね、これは負けに不思議の負けなし、勝ちに不思議の勝ちありと、勝ったのはなんで勝ったかわかんねえけど、負けたのは原因は必ずあるよねみたいなことなんですけれども、まあ勝っても負けても嫌な気分になるあそことは本戦で当たらないように予選落ちすといいですね、あそこはね。あそこですよ、あそこは。暴力的で、日本選手を蹴っ飛ばすと、帰国して英雄になれるっつう、あそこは。怪我の心配もあるし、あそこのネット民は、バカで凶暴ですぐに炎上させるしね、食いついてね。なんか、審判の、あそこと試合やって敗戦して、これ審判インチキだなんてことで、あれだって審判のツイッターだかインスタに、批判悪口コメント26万件入ってたなんて恐ろしいですね。もうあそことは香川の家だから、あそこは予選で敗退しろって、まあね、敗退するみたいですけれども、岸田総理も異形に便乗、いやー私も初めから見てたわ、試合終了後森保監督に電話かけちゃったもんねとですね、ネットの話です。
便乗人気取りなのが見え見え。お前は仕事しろ。増税以外の仕事もしろよ。森保監督の仕事増やすな。次の試合もあるんだぞ。いや、増税するだけだから仕事すんな。中止に関しては右に出る者はいない。本人は検討という仕事をしているつもりなのでは。日本代表が与えた勇気や元気を増税でへし折る男。増税しかしないならずっとサッカー見てろ。大臣辞任祭りで内閣はボロボロ。藁にもすがる思いで電話したんだろうな。監督の仕事増やすな。1回戦、本戦の1回戦は前回4強のクロアチアだそうです。まあ、今回も強いんだろうな。勝ち抜けだから、まあ、これに負けたら終了っつうことで、まあ、厳しい世界ですよ。しかもですね、クロアチアに勝って1回戦突破できても、次はブラジルになる可能性が高い、らしいです。なんだかな。にしても何なのこの総理の叩かれぶりは。人気ねえにも程があるでしょ。まあちょっとだけかわいそうになっちゃいました。ちょっとだけですけどもね。不祥事祭りの大臣更迭祭り。現在は3人更迭済み、辞任済み、次は秋葉大臣というのが控えてる。で、支持率ボロボロと。まあ、商売とか勝負ごとで何やっても恨みに出る時期ってあるんですよね。こういう時こそ検討して注視して何もせん方が、じっと我慢した方がいいんですけどね。まあ、それが難しいんですけれども。何回やらかすとですね、一日何回も生配信始める冒頭の投手、知ってます。それもね、一つ、一人や二人じゃなくて、冒頭。まあ、一つは、口頭、政党要件満たしてないですけどね。ドイツ戦勝利で、残念というほかないと投稿し、非難号号。アカウントに鍵かけて、逃亡した共産党の言動に注目が集まってしまいました。ネットの反応です。共産党見てる？日本勝利に、共産党もびっくり。日本勝利、共産党よ。さぞかし悔しかろう。チームがすごい、日本はすごくないとかのテンプレを言い放ってほしい。海外の左翼は勝てば喜ぶのに、日本の左翼と来たら、パヨは日本人じゃないからだろ。パヨ朝からイライラ。パヨ怒りのゴミ拾い逆再生。今朝も4時起きで見ながら顔真っ赤にしてたんだろうな。これはなんかで日本が勝利するために言われる伝説となった気がします。日本の勝利が残念な日本共産党って、いうですね、異名を勝ち取っちゃったんじゃないか。たった一つのツイートでガタガタと。明日のことはわからない政治の世界ってその通りですね。なんか小泉進次郎もセクシーの一言で決定的にこいつバカなのかなって知れ渡っちゃったしね。まあ怖い怖い。私も気をつけます。私がずっこけ出現してバカだと思われたら、私がずっこけたら支部長がかわいそうなんでね。日本共産党はまあ帰化人が多いんでしょうね。私みたいに戸籍を公開した議員皆無だし、きっと将来的にも戸籍公開なんかできねえんでしょ。で、そいつらは我々の親戚じゃねえし、超個体の一部でもないし、むしろ日本と日本人を打倒したいから暴力革命目指す共産党にいるんでしょうしね。まあ結論なんですけど、共産党は超個体の敵、我々日本人の敵、日本と日本人の敵、いうのが結論であります。12月1日参院予算委員会、共産党田村智子、トマホーク購入でどんな交渉してんの？岸田総理、具体的なやり取りは控える。ネットの反応です。共産党に聞かれたら答えられませんな。自国の防衛能力を開示させようとする共産党すげー。共産党山添拓がこれについてですね、予算委員会で田村智子さんが大軍拡は安全保障のジレンマに陥ると警鐘を鳴らし、軍縮のための戦略を求めた。まあこれのことですかね。前に進もうって言ってる時に交代する戦略はって聞いてるのも同然なんですけど、さすが共産党、我々と使ってる言語がちゃうなぁ。軍事費増やしましょうって話してた時に、軍事費を減らす戦略はとか、
聞く場があんめって、あの共産党以外ね、外交交渉の内容なんだから言えっかそんなのって、我が国のあの防衛機密の範囲だし何百発買いますんって、あのその数も機密のうちだし、相手国、この場合だとアメリカね、それの了承を得ずにですね、具体的な内容をペラペラ喋っちゃうのは韓国ぐらいですよ。まあそこはね、あの軍事指揮権のない非独立国ですけどね、自分の軍隊を自分の意思で動かせねえなんて、そんな独立国悪化っつうのねえわっての、あそこはあのアメリカの属国だわ、軍事指揮権握ってんのはアメリカですからね、さらに山添すると自民党席から本気で言ってるのか、お花畑幸せな人たちなどといくつものやじ、意外と気にしてるみたい、敵基地攻撃能力の保有など大軍拡で相手を脅せば平和になると考えることこそ危険で非現実的、ふーんやじ気にしてんだ、論より大声嫌がらせ最後は暴力の共産党、攻撃力に特化しちゃってメンタル弱いのかな、防御力は意外と弱いのかな、軍拡で相手を脅せば平和になると考えることこそ危険で非現実的、いや平和になるけどね、東西冷戦は1945年から1991年ソ連崩壊まで続きましたよね、実に46年間も平和だったけど、代理戦争である半島戦争やベトナムやアフガンあったものの全面戦争はなかったでしょ、平和になってるでしょ、これは一人にですね、あの相互破壊保障のなせる技、これはお互いがお互いにあの完全にあの相手を破壊できるっていう保障し合うということ、ですけどもね、ロシアウクライナで実証されたんですけど、戦力差が大きいほど戦争になる、戦争が開始される、戦力差が拮抗しているほど戦争にならないっていうのはロシアウクライナで実証されたでしょ。まあ実際はですね、蓋を開けてみたらロシア弱すぎ、ウクライナ強すぎ、西側のあの援助、無限の援助もあってね、で長引いてますけれども、林先生、今でしょの林先生なんですけど、古今東西の敗戦の原因は情報不足か誤認つってましたよ、まあ話それますけれどもね、相手の戦力を過小評価、自分の戦力を過大評価、あと新しいことを知らなかった、ここでこういうことが起こってると知らなかった、そういうのが敗戦の原因だろう、全ては情報だというようなことですね、情報が確かだったら開戦して、もういい時に改善しなかったり、攻めてもいい時に攻めなかったり、逆に攻めてはいけない時に攻めちゃったり しちゃう、情報だ全部は、やはり共産党は我々と違う何かを話したり書いたりしてるようですね、ツイッタージャパン、解雇されたツイッタージャパンの元社員井原育弘さん、どういう漢字書くのか分かりませんこれ漢字書いちゃうと特定されっから書かねえのかな、自分の業務内容を話す、基本的にはタイムラインを無作為に並べ替えたり、何のためフォローしてない人のツイートを混入したり、挿入したりしてごちゃごちゃにするというのが私たちの業務でした何やってんだよ、不必要どころか有害ではいらねえ業務っていうか、だからこいつらクビになってもツイッター何の支障もなく動いてたんですかね、ネットの話何のための議論かさっぱりわからん、ただの嫌がらせで草、普通に時系列でいいじゃん、こいつのせいで死ぬほど醜くなってたのか、バカみてえな仕事いらん仕事ばっかりやりやがって、ユーザーの妨害が仕事かよ、タイムライン並び替える意味って無駄の極みな業務、余計なことしてサーバーを無くしてストレスの原因はお前らだったのかよ、検閲そのもので草、サンキューイーロン、イーロンより平井健の方が顔が濃いというような意見がありました、面接で整理されたものをぐちゃぐちゃにして余計なものを入れる仕事をしていましたとか喋ったら、まあ、再就職難しいでしょうねこの人ね、すでにですね、あの元ツイッター社員は脳なしだから雇用すんな、各方面に
通知行ってるみたいですしね。ご愁傷様でした。まあ、残りの人生は、刺身にタンポポ乗っける仕事とかは、就職できたもんでね。タイムラインを無作為に並べ替えたり。これ、ランダム配置なんかは、自動化できんで、無作為と言いつつ、とある法則に基づいて、作為的にやってたでしょ。パヨ投稿を目立たせるためとかね。フォロワーしてない人のツイートを挿入したり、ごちゃごちゃにする。こちらもパヨツイートを興味もない人に押し付ける作業でしょうね、これね。高い給料もらいながら、一体何やってんだ、クビになって当然だな、思います。というわけで、NHK 粉砕。でも、実は、スクランブル。手は言ってるものの。あさって12月4日開催いたします。よろしくご参集くださいませ。デトックスジャパン。